皆様、こんばんは。ちょっと騒々しい音がありますが、今あの籠湯の前の道を工事をしてましてね、あの、まあ、この道もベゴニア入院の10月25日には通ります。今日は10月25日ベゴニア入院の時に作っていただけるワークショップ、ベゴニアを使ったこの寄せ植えのご案内をさせていただきます。これはね、あの当日作っていただく様子は違います。ですがこの寄せ植えは3回楽しめるよっていうのも合わせてご案内をさせてもらおうかなと思ってます。この10センチ ×10 センチ、20センチの手のひらに乗るようなコンパクトなもので、お部屋の中でハロウィンの時にめでていただけるアレンジメントになります。大人っぽい感じの雰囲気に仕上げますが、これはあの切り花とそれから根っこのベゴニアを使った2つ のアレンジメントになるんですね。で、切り花はそう長くは持たないと思うんですけども、ハロウィンが終わったらば切り花を変えていただいて、名古屋のひつまぶしってありますね、ご存知でしょうか。1回目は普通に食していただいて、2杯目は薬味を乗せて、違う味を乗せて、3回目はお茶漬けという、まあ、ひつまぶしのように、1回目はそのまま、で2回目はこれお庭のお花なんですね。今日庭にあるお花をジョンジョンと切りまして刺しました。2度目はご自宅で皆様がお好きなお花を入れていただくと2度おいしい。そして3回目はあの根っこ付きのベゴニアが入ってますので、これをご案内させてもらいますが、女性の中から取ってもらって植え替えていただくと、さらにまたおいしい3度おいしい寄せ植えになります。でこれ3000円でできます。通常は本当はもう少しお値段がかかるんですが、鉢も実はすごくいいものです。なかなかこのお値段ではできないので、特別にベゴニアにですので入れやらせていただいてます。これはご予約をいただいた方が確実です。当日枕を作っていただいて中から取っていきます。前日の日に千葉に旬のいいお花をお選びしますので、イメージはポスターなどに出てるものちょっと異なるかも分かりませんけれども、お楽しみにご参加いただけたらと思います。変わった植物を扱う生産者さん、松本ヨーランさんやピールグリーンさんがお見えになって、ベゴニアとともにショッピングを楽しみにいただけます。それと、ですね、こちら籠湯園内の敷地のすぐ隣に普賢寺さんというお寺さんがあるんです。本当にもうすぐそこです。でそのお寺さんで座禅とヨガも楽しめます。それは、お時間が5時15分とか5時ぐらいからで参加できますので、お時間がある方ぜひこちらも、体験していただいて、体をリフレッシュして、そしてベゴニア入院にお望みいただけたらと思います。でこのクリスマスローズの温室のこの壁面にですね、プロジェクションマッピングを映し出します。温室の壁面に光の美しい映像を映し出しますので、それは常時もずっと放映してます。それをご覧いただきながら、心を立つなっていうキッチンカーが見えたので、屋台の食事を楽しんでもらえたらと思います。でそのお食事をするスペースも、この温室の中をですね、ベンチをちょっと楽しい感じにして、スペインのバスク地方にある横丁があるんですが、そんなイメージでどなたとでもお話が弾んでしまいそうな、そんなことを私はできたらいいなぁなんていうイメージを持っています。ご当日25日はお忙しい月末かもしれませんが、万事組み合わせて楽しい満月の夜をご縁でお過ごしいただけたらと思ってます。お目にかかるの楽しみにしております。ではごきげんよう。